ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。決戦ラプソーン、参ります。では行きましょう。さあ、この杖を、その手に。本当だったらね、主人公、ヤンガス、ジェシカ、ククールで戦いたいんだけど、まあ、せっかくなんでね、この4人で行きたいと思います。どうなるかな？思い出すなぁ、4年前を。さあ、勝負だ。暗黒神ラプソーンが現れた。ここ早いで行きます。さあ、戦闘である神鳥の杖。神鳥の杖って言ってたね。神鳥の杖。4人祈らないとダメって言ってたけど。不敵に笑っている。なかなかいいダメージ。4人祈ると、賢者の魂が杖から解き放たれ、略。連打しまーす。でもこれ多分死んだらダメなんで、適度に回復入れないとダメなのかな？メラゾーマ。次ターン回復しますか？いや、主人公に来たんならいいか。もう一溜めまーす。今の影は誰かな？マスターライラスとかかな？不敵に笑っている、不敵に笑っている。さあ、4人目。ああ、なんか、賢者っぽいな。ゲルダ。次はさすがに回復入れないとダメかな。イオナズン。三人祈っても多分ダメなんですよね。ベホマズン。防御。みんなかっこいい盾持ってるな。あ、結構防御で耐えられるもんなんだな。また。そうだよね。選択し直してあげないといけないんだよね。杖、オッケー。イオナズン。自分レベル40、今3でしょ、主人公が。だいたいね、これくらいのレベルでドルマゲス1戦目倒してたよ、俺。確かにレベル高いな。俺、PS2 版の時のラプソン戦は俺、レベルいくつだったんだろうな。60くらいいってたのかな。あ、これ強そう。あ、やっぱか。ジェシカ死んだね。先にジェシカがあれしてくれてたから。防御、精霊の舞っていうの初めて見れますね。防御。おお、かっけえ。これやだな。オッケーオッケー。別れてくれれば大丈夫。それ、これラストなんですよね。これ7回目だったよね。そうですね。
編成して祈ってくれたら助かるんだけどな。ナイス、主人公行け。だー。さあ、祈ります。ラプソンの結界を破壊。おお。愛する我が子孫よ。僕たちにできるのはここまで。この素晴らしい我らの世界よ。我らの未来よ。どうか守り通してほしい。僕たちは遠くできっと見ている。さらばだ。愛する子孫、そして新長レティスよ。綺麗だ。おのれ、どこまでも目障りな虫けらどもが。我が闇の結界を払いのけたこと、地獄の底で後悔するがいい。この肉体の真の力を見せてやろう。死してなお消えぬほどの永遠の恐怖を、その魂に焼き付けてくれるわ。いざ決戦。若干ミルドラースに似てるんだな。暗黒神ラプソン、では勝負だ。参ろうか。相手は絶対凍てつく波動を持ってるから、まあできることをやっていきましょう。タンバリン、貯める、モリエール。この戦い方はでも鉄板なんだよな、自分としては。もう、ザハガロフ戦で見つけてしまったから。あ、違うか。どこで見つけたんだっけな。とりあえず、あ、あれだ。暗黒魔城戦、暗黒魔城都市だ。で見つけてしまったこの戦い方。安定すぎるんだよな、これが。1ターンでスーパーハイテンションになれる可能性を秘めてるとか。PS2 版の時より、より効率がいいんだからね、不思議なタンバリン二つ制より。あー、これやばい。あー、熱い。ベホマズ打ちたいんだけどな。回復薬が、まあ、いっか、ゲルダで回復するか。一戦好き、サミダレ好きでいきます。デシカはタンバリンで貯めてあげて、ゲルダは回復に回します。モリーはね、シールドブレイクとか効くのかな？どうなんだろうな。まあ、モリエールでいいかな。モリー自身で。早え。行動が早え。凍える吹雪か。まあ、凍える吹雪はいいや。輝く雪じゃなければなんとかなるでしょう。タンバリン。モリエール。ゼシカが次先動けるかどうかだよな。50まで溜まる。テンション溜まってるとこが途切れちゃってますね。ヒットポイントどれくらいかな？まあ、7000くらいだとして想定して戦っていきますか。すると残り6000ってことでいきます。ピオリも打ちたいんで、
ちます。ゲルダは思わず先に動いてくれっかな。どうだろう。ゲルダ攻めますか。今50溜まってるはずなんで、おー、アゲハランブ、モリーも攻めます。ランドインパクト。682ピオリム、これで凍てつく波動が来る前までは必ず先行取れるでしょう。うわ、まずいな。まあいいや、眠るだけならいいや。オッケー、耐える。オッケー、危ねえ危ねえこれすごいな、これすごい光景だな。1000、1000ってきたね。あと5000。さあ、そうそう、凍てつく波動が来てもおかしくないんだよな。これでいきましょうか。モリエル、フバハ撃つほどではないよな。むしろ凍える吹雪が来てくれたら助かるくらいだよね。撃つならスクルトなのかなって思うけど、スクルト誰も覚えてないんだよな、このパーティーは。ゲルダが眠るか。眠らした後通常攻撃って面白いよな。サミダレギリ行きまして、さっきの戦い方的にちょっと怪しいんで、あーでもそっか、これ今ジェシカが賢者の石持ってると思ったら違うんだな。ゲルダが持ってるんですね。ナイスですね、それは。モリエル、なんとしても主人公100状態で打たせてあげたいんで、強引に100に持っていきます。あー、ダメだったか。でも717、あと4300、20までいけ。5か、また光ったな。あと通常攻撃かやっぱりそうだ。主人公攻撃、タンバリン、賢者の石、モリエールで、多分これ50まで行くと思うんで、運が良ければ。そっか、眠るとテンション戻されるのか。運が良ければ100まで行く。50ですね、これはね。まあでもいいでしょう。狙い通り。次はベホマズ打たないとダメかな。お。ダメージ量が200増えたな。さあ、凍てつく波動来ました。あと、あと約3300。ベホマズン打ちます。タンバリン打ちます。ゲルダは、一応賢者の石打っときます。モリエールで主人公に貯めます。ラプソンが先に行動するパターンがあると思うんで、今回は。素早さ負けてる感あるんで。確実に回復を。50まで上がれ！20か。まあいいでしょう。ああ、主人公眠ったのは痛い。くわ。効くわ。ベホマズン、ジェシカでピオリム、賢者の石、モリエールで。ああ、やばいな。やばいな。ベホマズン先来い。ベホマズン先来い。ベホマズン来い、ベホマズン来い。うマダンテ強っ。うーえぐいな、それはえぐいわ。どうする、どうする。あー、どうするも何もないじゃん、もう。うわ、そりゃないわ。マダンテ通常攻撃えぐいな。これは負けたな。世界図の歯もちょうどあれなのか。いや、残り
ヒットポイント多分3000くらいあるんで、これダメですね。負けましたね。うわ、マジか。レベル43でも低いのか。もうちょい上げないとダメなのか。魔力が回復する。ああ、そういうことか。うわあ、くっそー。なんもできることがねえ。モリーだけになっちゃって無理だな。うわ、自分の動画でこの BGM 流れんのすっごいレアだぞ。いや、これは今のは運が悪かったと言ってもあれだけれども、対策すべきか。困ったな。どうしよう。主人公の素早さを無理やり上げる。星降る腕輪を主人公につける。156か。どうなんだろうな。いや、星降る腕輪を錬金でもう一個作るか。そうだね。その方が良さそうだね。じゃあちょっとそうしておきます。うわー、負けると思わなかったな。いやでもね、もう一回やれば多分いけると思う。戦略をもう少し考えます。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。